今日は手軽で簡単に作れる白菜の漬物を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は手軽に作れる白菜の漬物を作りたいと思います。白菜の漬物を作るときは干したりとかいろんなね作業が必要だったりするんですけれども、今回はですねジップ袋で手軽にできる方法をご紹介していきます。材料はとてもシンプルで作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、昆布、唐辛子、顆粒の和風だし、塩、お砂糖。今回はこちらの材料で作っていきます。とてもシンプルなんですけれども、だしの効いた美味しい白菜漬けを作っていきます。ここにですねお好みで柚子を入れていただいても大丈夫です。今回はなしで作っていきます。そして白菜はですね4分の1カットのものを使用していきます。重さでいうと大体 600g ですね。この白菜に対して塩の量は 2% になります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずですね白菜のこの根元の部分ですね、ここを切り落としてください。よいしょ。でそうするとバラつくんですけれども、このね根っこの部分に結構土が詰まってることが多いので、一枚一枚ね綺麗に洗っていきましょう。じゃあ洗いますね。はい、綺麗に洗い終わりました。こんな感じで綺麗に洗ってください。まずね大きさが似たようなものだけ取ってください。このままですね大体 3,4 センチ幅に切っていきます。これ以上ね細かく切っていただいても OK です。はい、こんな感じです。では残りの白菜も切っていきます。葉っぱの部分はね気持ち大きめに切って OK です。そうしましたら大きめのジップ袋を用意していただいて、ここに白菜を入れます。こんな感じです。たっぷり入れました。でそしたらですねここに塩を入れます。はい、でちょっとねかさが多いのでボウルから取って、空気をまだ入れた状態で口を閉じます。中に空気が入ってる状態です。でその状態で袋をシャカシャカしていきます。はい、今30秒ほどシャカシャカしました。それだけでもちょっと傘が減ってるの分かりますかね。はい、でそしたら空気を抜きます。次はしっかりと空気を抜いてください。少しね平らにしてください。で口を閉じてください。でできるだけね平らにしていただいて、でこれをバットの中に入れます。はい、その上にまたね同じ大きさぐらいのバットを置いてください。でここに重しを置きます。重しってねなかなかご家庭にないと思うので、2リットルのペットボトルとかホットケーキミックスの素とか、あとはお砂糖ね、それを上に置きます。あとはね薄力粉とかそういったものでも OK です。何かねちょっと重しになるようなものを上に置いてください。でもしない場合はお鍋とかをね何枚か置いていただく形でも OK です。この時にちょっとね空気が入ってたら、もう一度口を開けて空気をしっかりと抜きましょう。でねこれ今ホットケーキミックスの重さが 1kg なので、ここにグラニュー糖 500g と、あとね最近買ったオートミール、これ 1kg なんですけど、ちょっと量が減ってだいたい 500g ぐらいあるので、これを置きます。ちょっと偏僻な感じですけれども、こんなまま白菜の水分を外に出していきます。これで30分置きたいと思います。白菜の水を出している間に、こちら昆布ですね、まあ、適当な大きさに切っておいてください。はい、こんな感じで OK です。であとはですね唐辛子ですね、これもまず半分に切って、でまず種を出します。あとはキッチンバサミで切っていきましょう。まあもともとね輪切りになってるものも売ってるので、それを使っていただいても OK です。唐辛子と昆布の準備はこれで OK です。はい、30分経ちました。それでは重しを取ります。はい、じゃん。はい、そうするとねこのように白菜から水分が出てきます。そしたらですね袋を開けていただいて、ボウルを用意していただいて、白菜をぎゅーっと絞って水気を取ります。しっかりめに絞っていただくとより味が染み込みやすくなります。でボウルに開けます。このね根元の部分はパキッと割れちゃったりするので、手の指を使ってギュッと押さえつけます。で葉の部分はもうギュッと握りしめちゃって OK です。こんなに水気が出ました。でこのジップ袋はまた使うので、この水分は流しておきましょう。そしたらもうボウルの中でね味付けしちゃいます。まずここに昆布、
そして唐辛子で、あとはお砂糖、そして顆粒の和風だし、でこれを和えましょう。ちょっとね、菜箸が入りづらい時はもう手でね、こうやって和えちゃいましょう。こんな感じですね。で全体的に混ざったら、このジップ袋に戻し入れます。でしっかりと空気を抜いて、でそしたらこの部分をクックックとひねって、そしてこの部分を輪ゴムで留めましょう。でこんな感じでしっかりとギュッと密閉される状態を作ってください。であとはこちらを冷蔵庫で半日漬け込んでください。ちょっと味見しながらお好みのタイミングで取り出していただいて OK です。ではこのまま漬け込んでいきたいと思います。はい、半日漬け込みました。では開けてみたいと思います。はい、こんな感じでしっかり味も染み込んでます。これで完成です。ではこちらをね、盛り付けたいと思います。水分も出てるので、盛り付けるときはギュッとね、ちょっと水分を取ってから盛り付けてください。はい、これで簡単な白菜の漬物の完成です。こんな感じで味もしっかり染み込んで美味しそうに仕上がりました。ぜひね、ご飯のお供に作ってみてください。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。うん、美味しい。やっぱりこの味ですね。だしも効いててね、とてもさっぱりした味に仕上がってます。うん、ご飯と一緒にいただきます。うん、うん、もうご飯との相性抜群です。今回唐辛子入れてるので、ちょっとねピリ辛に仕上がってます。なのでお子様が召し上がるときは唐辛子抜きで作っていただくといいかなと思います。うん、はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜漬けのポイントです。まず白菜は根元の部分を切り落として、1枚ずつ綺麗に洗うようにしてください。結構ね、根元の部分に土が残ってたりする場合があるので、土をきちんと落とすように洗うようにしてください。その後洗い終わったら食べやすい大きさに切ってください。だいたいね、幅的に言うと 3,4 センチ幅に切って、根元の部分はねちょっと大きいので、それをさらに半分に切っていただくとちょうどいいかなと思います。その後塩もみをして一度30分漬け込んでください。そうすることで白菜の水分が出て味が染み込みやすくなります。で今回はですね、重しにホットケーキミックスとかね、いろいろ重ねたんですけれども、重しがない場合は2リットルのペットボトルとか、あとはねお砂糖とかね、何かねご自宅にある重しになるようなものを上に乗せてください。あとはですね、調味料を加えて冷蔵庫で漬けるだけなので、すごく簡単に作ることができます。今回は冷蔵庫で半日漬け込みましたが、お好みでもうちょっと浅漬けがいい場合は6時間とか半分ぐらいの時間でも美味しく召し上がっていただけると思います。あとですね、先ほども言ったんですが、今回唐辛子を入れてます。なのでちょっとねピリ辛に仕上がりますので、お子様が召し上がる場合は唐辛子を抜いていただいて OK です。さらにですね、柚子の皮とかもお好みで入れていただくと、また風味が出て美味しくなると思います。ということで今回はね、とてもシンプルな味付けにしました。材料も手軽で、作り方もすごく簡単なので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は白菜の漬物を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。